はい、 PR 映像ですか？いえ、お話しするのは異存はありませんが、しかしそれは収容者の方だけという話だったと。どうして白雪まで映像に？はい、テープが余ったのでおまけ的に。ちょうどお仕事中の白雪が通りかかったからと。そうでしたか、おまけ。その愛らしさから、実は新ヒロイン的なポジションなのではと密かに囁かれたりする白雪が、まさかのおまけ扱い。いえいえ、問題ありません。白雪は意外とハートの強いお手伝いなので、少々のモチベーションの上げ下げでお仕事に支障をきたすようなことはなく、その点豆腐メンタルの日高様とは物が違うと言いますか。さっさと進めろ。はい、承知いたしました。白雪はこちらのガーデンに所属するお手伝いです。主なお仕事は学園部門を統括する桐原代表のお仕事をサポートすること。最近では新任の監督官として赴任した日高様のお手伝いを命じられました。正直なところ、日高様は顔が怖いのであまりお近づけになりたくないのですが、そこはお仕事です。一流のお手伝いとして白雪はベストを尽くさなければいけません。時に日高様があまりにぐうたらでお世話するのが面倒くさくなることもありますが、それでも桐原代表のご指示は絶対ですので、世話の焼ける日高様をうまく陰からコントロールしつつお手伝いに励んで。何でしょうか、その冷たい目は。白雪は完全に本当のことしか言っていませんので。ともあれ、お話しできることは大体以上です。白雪はこのガーデンに所属するお手伝い、その他の事項、白雪のプライベートに秘められた謎の数々は好感度の上昇とともに明かされることになるのかと。はい、そうです、好感度。なお白雪の好感度はメロンパンやプリンをいただけると割と簡単に上がりますので。もう言っていい？なんと身勝手な。引き止めるだけ引き止めておいて、用が済んだらその場でポイということですか。まったく、日高様の性根の浅ましさには。おそらく気のせいです。白雪は何も言っていませんので。それでは白雪はこれで失礼いたします。日高様もあまりフラフラと遊んでいないで、さっさとお仕事に戻ってくださいませ。